はい、ですこんにちは。最近プロのスト4対戦動画見てたのですがエルフォルテがよくも悪くもざわ、えー、つかせてるのが印象的でした自分はスト5からしか知らないので、ね、理由がよくわからないのですがなぜですか教えてくださいあーエルフォルテのあの感じはエルフォルテ以外でエルフォルテをの説明をするってすごい難しいよねかなり唯一無二のキャラ性能をしてるんでまあ、とにかくなんかすばしっこくて 画面をまあ走り回るんですけどそっからまあ3択下段中段投げの択がどっからでも来るっていう結局 <laughs> あと見た目とかちょっと音とかもまあちょっとその人にあんま好かれない動きとかをしてててか俺俺ねその格ゲーを20年ぐらいやってますけどホルテみたいなキャラは 本当に唯一無二っす、ホルテは。あのキャラって、最弱ぐらい弱いんですよ。で、さらに、めっちゃ難しいんですよ。その上で、めちゃくちゃ嫌われてるんですよ。俺、それすごくて、俺、そんなキャラ見たことないんですよ。<laughs> 例えばなんですけど、強いキャラって嫌われて当たり前なんですよ。強いから。だって勝率高いわけだから。まあ、その代わり、強くて勝ってもいいけど、代わりにあなたは嫌われてくださいね、とか。 わかるやん。で、簡単なキャラ、お手軽なキャラは、その分、その、お前、そんな簡単なことして、買って嬉しいんかみたいなことを、ここと言われるのは仕方ないじゃないですか。でも、あの、フォルテってどっちもないんですよ。お手軽さないんですよ、まず。難しいんですよ。すごいテクニックな出しそうなキャラなんですよ。で、めっちゃ弱いんですよ。まあ、ウル方は強いねんけどね、結構。で、一番嫌われてるんですよ。<laughs> いや、あれ、ほんまにね、俺、見たことない。 ほんまにそんなキャラは今まであそこままで嫌われて、まあ、それある程度嫌われてるから言ったと思うけどもう本当に嫌われてたんでまあエル・ホールてきっかけでやっぱストフォーホーやめた人っていうのも多かったしただその理由に関してはもうちょっとエル・ホールと対戦してみてくるとしか言いようがないねんけどまあそんな感じですかねはいまあちょっとあれをちょっと説明するのは難しいですねまあ確かに独自のゲームに無理やり使わされてる能力が高い投げキャラ嫌われてるんです、まあ、確かにその ミニゲーム的な感じだね。エルフォルテ、だからエルフォルテ戦っていうのがちょっと普通の鍵と違うくて、まあミニゲームみたいな感じなんですけど、まあそれを楽しめるかどうかって感じです。まあ多くの人はそのエルフォルテ戦みたいなのを想定して鍵をやってないから、まあちょっと苦手っていうのは多い。まあ俺ちなみにエルフォルテ戦はあの嫌いじゃなかったです。結構、あどっちかっつうと結構好きでしたね。動きがあるんで。俺あの動きがない対戦が嫌いなんですよ。 お互い頑張ってするみたいな。で、エローテ戦ってそうならないお互い動きまくって、殴り合いしまくって、勝敗決まるんで、だから、ね、俺は、俺は、あんま嫌いじゃなかったです。結構、普通に楽しくやってましたね。まあ、そこは、まあ、人によって、好みがあると思いますね。はい、皆さんこんにちは。私はそこそこゲームができると思っています。ボンバーマンはグラマスだったり、ギルティも毎月、天井が余裕だったりします。ただ、やり込みまでいけた試しはないです。 確定半囲で最大とまでいかなくても、でかいリターンなんだろうぐらいであれば知らいますが、えー、キャラゲンコンボは知べませんし、フレーム計算もそこまで詳しく知りません。ギルティーも天井界は余裕ですが、オーラ持ちというわけでもなく、えー、どこか適当に対戦してわちゃわちゃできればいいかなというところでとどまってしまっています。いつも上級者になりたいと思いつつ、だらだら対戦してしまうのですが、こういった、えー、取り組ことを取り組んでみる,の見るといい的なのが、 お願いします。あればお願いしますかな。すごい雑な質問で申し訳ありません。えー、っとね、大会に出ることやと思いますかね。うん。まあ、結局、その、の試合いの、まあ、ランクとか、そのゲームの、ある程度高いランクっていうのは、まあ、多くの人が、まあ、頑張ればいけるんですけど、まあ、大会とかになると、さらにそっから、誰が強いかって話になってくるんで、 まあ個人的には、てか正直それがなかったらやる理由って別にないと思いますけどね。で大会に出てみて、悔しい、<laughs> もっと上に行きたいってなった時に、まあ、かなり、あのー、上を目指すきっかけになると思いますね。うん、まあ、別に正直、対戦ゲームを強くなる理由ってないですからね。なっても別にでもあるし。だから、でも上級者になりたい。 やっ,たらやっぱりまあ、大会とかで悔しさを感じたりとかして、それをバネにやり込む。だ別にやり込む理由が多分ないんですよね、この人の中で。まあ、今の現状に満足してるっていうことだと思うんで。難しいですよね。うん。どっかのコミュニティ入ると。うん、まあ、例えば、つまりその、勝ちたい人を作るとか、勝ちたい大会を作るとか、そういうも要因がないと、 って感じですね。はい。だから、まあ、ライバルを見つけたりとか、大会に出たりとか、そういうのがいいんじゃないでしょうか。そう、目標設定ですね。うん。格芸未経験の音ゲーでですが、質問です。格ゲーで気になることがありまして、音ゲーだと1曲あたり1000くらいボタンを押すのですが、格ゲーだと1ラウンドあたりどのくらいボタンとレバーを押したり倒したりするんでしょうか。例えば、波動拳なら、えーうん、この波動コアナだとボタンで4回、マイステップは2回。うん。 うますよね上手い人ほどのこの操作は少ないと思いますがどのくらいの数を操作しているのか気になったので質問しました使ってるキャラに似合うと思いますがざっくりでも言うので教えていただきたいです <laughs> いやさすがにこれはでも分からんけど、まあ、一応リプレイを <laughs> 見て数えれば分かるよねえー、でも1000回ぐらい押してそうやけどな、まあ、鉄拳はすごいやろうねあとまあバンパイアとかもほんまにやばいと思うのでバンパイアのセーバーのバレット たとかもうまあ1000回押しててもおかしくないんじゃないかなまあスト5はちなみに格ゲーで言うとボタン回数が押す回数がめっちゃ少ないゲームですね操作量が少ないゲームですねただ回数はちょっと分かんない数えてみないとこれちょっとあの一応数えたら分かるんですけどこの数えるっていうのが多分めちゃくちゃ面白くなさそうな企画なんで俺はやらないです <laughs> けど誰かがどっかでやってほしい あのいち各ゲーマーは1ラウンドに何度ボタンを押してるのかって企画であの、リプレイで、あの、検証してほしいです。誰かが。俺は、その、すごくつまんなそうなんでやらないんですけど、誰かがやってほしいです。確かにジョニーのね、コパンに勝利を仕込んでんのかもかなりボタンを押してるから、確かに YouTube の, you の企画とかいいかもね。確かに、あ、確かに時戸さんの YouTube の企画でこれ、ぜひちょっと、採用してほしい。で、実際ちょっと興味あるしな。 うん。面白そう。